戦い日本本土空襲、郡山空襲1945年に日本全国の都市に投下されたアメリカ軍による空襲予告の伝端。都市名の中に郡山の文字も。郡山空襲は第二次世界大戦中アメリカ軍により行われた福島県郡山市に対する空襲。郡山市は1945年4月12日、7月29日。 8月9日、10日の、計4回空襲を受けているが、ここでは最も被害の大きかった1945年4月12日の空襲について記述する。郡山市は、当時、郊外に第1から第3までの航空基地など、多くの軍事施設を抱える軍都でもあったほか、市内では、放土や化学工業郡山工場、三菱電機郡山工場、中島飛行機郡山工場、 日東防石などの軍事工場で落下山や風船爆弾などが製造されており、このため標的となった。昭和20年4月12日、数十機からなる B-29 爆撃機の変態が来週、海軍の第252海軍航空隊が4機の戦闘機で迎撃に向かうが防ぎきれず、土屋科学氷山工場、日東防府久山工場などを中心に攻撃を、 受けて、近隣の国鉄郡山駅周辺まで被害にあった。死者は、学徒動員された、学生、生徒、周辺住民などを合計で460人。発動後にパラマウントガラス工業郡山工場となった、空襲と原発事故時代、土地に本弄された90歳福島県、南相馬日高美子さん。ザページ、https、ニュース。 ヤフー COJP、アーティクルズ、D83 部フ 24,084D2 部 B、7F3 オボット0 8 f 4 3 3 0 c 7万九6 9 2 7 0ページイコール42020年8月29日、閲覧。ありがとうございます。